で、ここはあいつらに任せよう。だけど太陽たちだけじゃ見捨てるわけじゃない。太陽たちの覚悟を無駄にするなと言ってるんだ。そうだレン、いいから早く行け。分かった。ふん、もし俺が生きて帰ったら俺の下手くそな歌またカラオケで聴いてくれよレン。大げさだな、死にはしないでしょ負けても。わけわかんないセリフでカッコつけないで。裸で皇帝50周させるわよリーダー。はあ、レンみたいなリーダーだったらこんなに苦労しないのに。ガッハッハ、それでも俺たちのリーダーだ。わかってるわよ、私たちのリーダーなんて太陽しか務まらないし。さあリーダー、シャンとして。死ねばもろともよ。死なないで、生きて帰って。サンキュー、俺はお前たちのリーダーでよかったぜ。おお、ちょっと待って、いきなりバトル。いやちょっと待ってくれ、自分が使ってるモンスターよりはるかにいいんだけどこれ。さあやってっか、ストライクショット使っていこう。ボスのヒットポイントそんなにないぞ。あ、ストライクショット使っていく。光の裁きを受けよ、ストライクショット。やばい、ちょっとしょぼかった今。さてどうするか、こうするか。一応マインスイーパー持ちが二人いるけどね。爆弾そんなに気にしなくても多分そんなにダメージ入らないと思う。よし、いった。俺を倒せると思うなよ。あーっとっとっと、ボスに重力バリア張られてる。ちょっと重力バリアきついね。あーダメだ、全然ダメージ入んない。さあもうガンガン使っていってしまえ。え、そんなダメージ入るもんなの？いや、まさかちょっと、彼女の一発でそんなにダメージ入ると思わなかった。やば、強っ。あれ、モンスターとか手に入んないの？経験値ももらってないし。なんとか勝ったな。だけど、もう体が動かない。ガーハハ、おみくじ違った。同じくもうダメだ。結構モンストね、力使うみたいだからね、みんなバテてる。もうどう責任取ってくれるのよ。それは任せておけ、俺が三人を背負って帰るから。いや無理でしょ三人は。はぁ、そんなの無理に決まってるでしょ。ポジティブに不可能はない。いや絶対不可能だよそれは。ポジティブでも無理だって多分。わかったわ、期待してるわよリーダー。だけどその前にちょっとだけ休ませてくれ。あ、寝ちゃってるよ。もう本当にバカなんだから。あ、追いついた。お前たち追いつくの結構簡単だな。ハルマ、俺と父さんの目的は一緒だ。その目的のためならどんな罪にでも手を染める覚悟だ。
一応あるモンスターを探しているみたいなんだけど、お前たちが何のためにモンスターを集めているかは知らない。ただどんな理由があろうと悪いことは悪いことだ。見過ごすわけにはいかない。まっすぐで正しいお前らしいな。え？だが正しいだけでは人は救えない。お前の言葉は薄っぺらい子供のままだ。くっ、ねえ、ハルマの戯言に耳を貸すな。悪党ほど自分を正当化するもんだ。ハルマ、ここで決着をつける。俺たちが前と同じと思うなよ。残念だが俺は手が離せない。代わりにこいつらが相手だ。あ、ハルマのチームメイトだ。女の子多いね。二人もいるんだ。この人たちは？また出た。あなたたちのチームは私たちは勝てない。それは戦わなくてもわかること。なぜなら数式に現れているから。数式。真のリーダーならさ、戦う前に結果を見通して行動するもんじゃね。無駄死に格好悪いぜ。いや、死にはしないでしょ。そう、モンストってそういうゲームじゃないでしょ。マリコ、あんたたちみたいな子嫌いじゃないよ。好きでもないけど。あ、今小林さんっていう人なんだね。初めてまともな名字の人が出てきた。道を切り開いてくれた太陽のためにも。辛くなったらランキング戦を思い出せ。俺たちは強い。うん、おう、頑張るよ。それじゃあ俺たちのモンスターと戦ってもらおっか。やばい、ちょっと強そうなの来んじゃないの。ここに来て、ね、まさかのダメージオールが出てきた。さあやってくか。実は一回やった時にちょっと負けちゃったんですよね。ダメージオールを持ってるモンスターがほとんどいなくて、でダメージオール、あ、違う、アンチダメージオールを持っているモンスターがねほとんどいなくて、でダメージオールがね1面だけだったらなんとかいけるかなと思ったんだけど、2面貼られてしまったんで負けちゃったんですけど、ということで今回はアンチダメージオールを持っているねモンスターを中心にちょっと編成しました。まあそれちょっとそろそろねちょっとモンスターを揃えていかないと、プラスあとレベル上げとか進化とかさせていかないとちょっと厳しくなってくるのかな。まだなんとかいける感じなんだけどね。さあちょっとギリギリまでちょっと粘って、本当にもうダメだったらレベル上げとかしていきたいなと思う。スピードクリアちょっと狙っていこうかな。ちょっといつも使ってるメンバーに比べるとちょっと弱いかなこれ。これ大丈夫かな。いやーちょっと厳しい。よっ、半分削られた。ハートはちょっと取るのやめよう。よし、いった。嬉しいことにボスのヒットポイントはそんなに高くないから、なんとか。あー、ティルロットでそれしか入らない。さあどうしようかな。なんとかいけそうかな。よし、いった。次はこうはいかないよ。スピードクリア、あと5ターン。5ターンはちょっとさすがにきついな。
あと4ターン。ちょっと微妙な感じになってきたね。頑張ればスピードクリアできそうだし。あー、それしか入らないか。全然入らない。全然入らない。あと2ターン。上杉謙信で結構削ってもんないとね。あっとだ。よし、ギリギリスピードをクリアできそうだね。これで決めよう。あ、決まった。あぶねえ。やっつけた。よし、勝ったぞ。なんとかだけど、めっちゃバテてんな。なんで負けたあいつらの方がピンピンしてんの。ちょ、お前たちマジかよ。この程度のモンスターでへばるとか、え、全力じゃないの。マジ笑っちゃうかも。すべては数式の通り。チャート式か、チャート式。お前ら何が言いたい。全然全力出してないってことでしょ。ハルマ、もう一戦ぐらい言っとく。いや、作業は終わった。時間稼ぎご苦労。遊ばれたってことだね、これ完璧に。もう笑いこらえるの必死だったんだけど。ここを出たら好きなだけ笑え。さあ行くぞ。ハルマ、待て。モンストゲートを発生装置は停止させた。ここの機械はもうガラクタだ。え？今後は別の場所にある発生装置を使うだけのことだ。ちょっと喋りすぎじゃないですか、ハルマさん。そんなこと喋っちゃっていいの？やめる気はないのか？あくまで続けるって言うんだな。お前には関係ない。ハルマ！なんだ？なんか落ちた。あ、このミサンガ。ホムラレンも持ってるミサンガーだね。ハルマ、どうしてお前がこれを？レン君全然覚えてないんだね。あ、セーブデータ。第8話終わりだ。じゃあ次回は第9話ね、やっていきましょうかね。